またこれ来ちゃったわ。まあ、いっか。パラスティカの豆田でーす。今日は、マクドナルドのね、新商品が出たと、小耳に挟みましたよ。すっごいお腹空いてて、いや、なんか食べたいなーと思って、久しぶりにね、ちょっと1キロ企画とかやろうかなと思ったんですけど、なんかね、新しく出てたその新商品が3つとも全部私の好きな味だったので、今日は3種類全部買ってきたので、そちらを全部食べていきたいと思います。パラスティカ。カルビマック改め。ジョーカルビ。乗るって書いてジョーカルビですね。あと、卵ダブル。改め、ニコ玉。で、アイコンチキン。ソルト&レモン改め。レモモモンということらしく。前もあったよね、新商品でね。こう、期間限定みたいな感じで。私、すごい好きなんです。美味しいですよね。じゃあ、早速食べよう。お腹が空いたよ。はい。今日もクーのスッキリ白ぶどうとご一緒にお送りいたします。ストローは自前です。ということで、こちらとですね、1個セットにしたのでポテトもあります。ポテトももちろん全部食べたい。いただきます。そう、ハンバーグの上にカルビが乗ってるっていう、すごいもうお肉お肉お肉パーティーって感じなんですけど、こういう感じ。あ、気をつけてお茶にいただきます。うまい。あ、ソースがうまい。うん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 、こんなん美味しいに決まってんじゃんさ。でもなんか意外と、ちょっとごめんなさい、目かゆいんで。意外と肉と肉だからちょっとくどいのかなと思ったら全然くどくなくて、このさ、カルビのこのなんかこう味付けの肉、ほんと美味しいよね。ジャンクが好きな人が本当にもう大好きな味だね。味が濃い、肉がいっぱい入ってる、マヨも入ってる、もう最高です。重さはないんだけど、ほんと食べ応えがある。ちっちゃいんだよ。ビッグマックジュニアぐらいちっちゃくて、すごい食べやすくて美味しいです。はい、じゃあどんどんいきましょう。卵ダブルマック改めニコ玉、写真に出すんですけど、お肉が2枚に卵1枚、そしてベーコンが入っている感じですね。ああ、なるほどね。野菜ゼロです。野菜がゼロで、すごいね、このね、ソースが、ペッパーがめちゃくちゃ効いてんの、このなんか、結構な胡椒の量が入ってるから、ちょっと辛め。まあ、パンチ力で言ったら断然こっちだね、一個前より。ちょっとこれと一緒にビールとかも飲めちゃうかも。なんかそれぐらいね、なんかね、一個前の味の濃さとは違う味の濃さかな。なんかね、やっぱボリューム感がすごいんですよね。卵も結構厚みあるし、お肉も2枚入ってるので、ボリューム感がもう全然1個前のと違うから、まあセットで食べたとしたら、もう相当大満足な、一食になるって感じ。満足感で言ったらもう大大大大大満足って感じ。ちょっと一旦ポテト食べさせて、休憩、休憩、休憩。あ、やっぱね、大きいものだと、やっぱこうやって噛まないと飲めないじゃないですか。で、咀嚼ほぼしない私でもそれなりに噛むんですよ。でみんなより回数は少ないかもしれないけど、ちょっとこういうね、ちょっと柔らかめな咀嚼をあまり要さないもので休憩しないと無理なの。すごい柔らかく感じる。なんかマシュマロぐらいなんか柔らかく感じるよ、今。そんな別にハンバーガーガッチガチだったわけじゃないよ。ガッチガチだったわけじゃないんだけど、なんか優しいね。最後。あ、やっぱちょっとごめんなさい。やっぱちょっと挟まして、これ。うまい。本当にうまい。これ、あれで欲しいよ。サーバーで。サーバーって言うんだよ、うちらはさ。ドリンクバーみたいなサーバー？ビールサーバーより欲しいね。はい、アイコンチキンのソルト&レモン改めレモンモーモンです。これ誰がつけたの？一般公募？あー、そうなんです、これ。さっぱりバーガーなんだよね。なんかちょっとやっぱ佇まいがおしゃれ？さっきのお二方より。でもね、正直、前2個がね、ちょっと味濃すぎて、めちゃくちゃなんか無味に感じちゃうぐらい、この子は本当にさっぱり子ちゃんなのね。で、ソルト&レモンだからね、チキンも本当にこうレモンのこうさっぱり系のお味なんですよ。で、このチーズと相性が良くて、本当にこれは本当に美味しいの。神バーガーなんですけど、美味しいよね、やっぱね。
もさ違うんだよね、いつもと。いつものうちらのごまがいっぱいついてるパンじゃないのよ、このパンはさ。ごちそうさまでした。パラスティカ。マクドナルドのね、ハンバーガー3つを食べてみました。3つね、食べ比べするのもいいですし、もう私の食レポを聞いて、あーこれ食べてみようってぜひ買ってみてください。私たちのツイッターのアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、バラスティカでした。バイバイ。